PC エンジン GT とは、1990年12月1日に、日本電機ホームエレクトロニクスより発売された、携帯型ゲーム機、PC エンジンの一種である。当時のメーカー希望小売価格は 44,800 円。GT は、ゲーム&TV の略称である。欧米市場では、ターボエクスプレスの商品名で発売された。世界初となる、据え置き型ゲーム機との互換性がある。携帯型ゲーム機で PC エンジンスーパーグラフィックスを除く PC エンジン用のすべてのHuCARTタイトルがほぼそのまま遊べる。発売当時、市場で先行していた任天堂のゲームボーイに対抗して発売。発売時から一貫してカラー液晶で据え置き型ゲーム機との互換性があり、別売りの TV チューナーを装着することで液晶テレビとしても使用できることを大きくアピールしており、発売当時のテレビコマーシャルには、大竹誠を起用し、GT ならテレビも見られるしねを謳い文句にしていた。コントローラーには連射機能付き、通信端子が設けられ、対応ソフトであれば専用ケーブルで GT 同士をつなぐと、ゲームボーイのように対戦ゲームが楽しめる。本体に拡張バスがなく、CD-ROM2 等の PC エンジン用、各種周辺機器は、接続不可。同時期のカラー液晶を搭載した携帯型ゲーム機であるゲームギアの STN 液晶と比べて高品質な TFT 液晶を採用しており、表示は美麗ながら価格が倍以上と高価であった。また、ゲームギアと同じく消費電力の多いバックライトが必須だったため、市販の乾電池ではバッテリーの持ちが悪く、連続稼働時間はアルカリ乾電池6本で約3時間程度だった。液晶は PC エンジンの横解像度が256から512ドットであるのに対し RGB 合わせて横336ドットしかないため、白色の点は色づき原色の点はまばらにしか表示されない。このためゲームによっては RPG のパスワードが読みづらいものもあった。以下の仕様は PC エンジン GT のもの。以下2点は、貸木総業からの発売ゲームタイトル使用不可2020年に発売された復刻型ゲーム機 PC エンジンミニにおいて PC エンジン GT の液晶を画面上に再現したフィルター機能が搭載されている。映画エネミー・オブ・アメリカでは同ハードが劇中の重要アイテムとして小道具で使われている。主演のウィル・スミスやジーン・ハックマンも同ハードを手に取るシーンなどもある。ありがとうございます。